あの人の現在。志保の亮、結婚相手、旦那は？現在の姿も話題に。デビュー当時、中学生ながらグラビアで表紙を飾るなど、元グラドルとして活躍していた志保の亮さん。2018年に一般男性との結婚を発表されていますね。その気になる相手や現在の姿についても調べてみました。結婚相手、旦那は？2018年に一般男性と結婚している志保の亮さん。その気になる旦那さんについて調べてみたところ、共通の友人を通して出会ったとのこと。またその際、この人と年をとっても一緒にいるんだろうなという直感がお互いにあったそうです。だからこそ付き合ってすぐから互いに結婚を意識した交際をしていたそうですよ。松田聖子さんの司会との再婚時におっしゃってたビビッときたっていうのと同じ感覚かもしれませんね。授かり婚も多い中、出会いから結婚を意識し交際を重ね、プロポーズから結婚という順序を踏んでいるのは珍しい気もしてしまいますね。気になる旦那さんの職業に関しては一般人ということもあり公表されておりません。ただ芸能関係の仕事ではないとのことです。また旦那さんについての人柄は底抜けに優しい人だとブログで説明されています。とても小煩悩な人で、面白く少し抜けたとこがあるそうです。真面目な話から冗談話など何でも話し合え、支えてくれる人なんだそうですよ。とても頼りになる素敵な旦那さんなのですね。そんな人と添い遂げられるなんて羨ましいですね。結婚は一生ものですから、やはり結婚相手選びは重要ですが、互いに相手を慈しみ合い、感謝することを忘れず関係を続けていけることが一番ベストです。その点、志保の亮さん夫妻はお互いが相手を思い努力されていますから、素敵なご夫婦ですね。現在の姿、スレンダー体型で足が長かったことでも人気だった志保の亮さん。2019年にお子さんを出産されていますので、体型が変化されているかもしれませんね。果たしてどうなっているのか。こちらが妊娠中の志保の亮さん。さすが妊娠中というだけあってお腹は膨らんでいますね。ちなみにお顔は出ていませんが、隣にいる男性が旦那さんですね。志保の亮さんの表情に幸せって感じが出ていますね。これだけ膨らんでいたお腹ですが、果たして戻られているのでしょうか。こちらが2021年の志保の亮さんです。服も着られていますし、全身ではありませんが、スレンダー体型だった当時と同じ体型のような感じがしますね。妊娠中もお腹はぽっこりされていましたが、全体的には細かったので、スレンダー体型は健在なようです。日本一足の長い中学生との異名があった志保の亮さんの美脚が映ってないのが残念ですが、ちなみに成長された娘さんがこちら。かわいいです。隣にいるのが旦那さんですね。ご煩悩とおっしゃられていましたが、旦那さんと娘さんとのツーショットがよく出てきます。娘さんは旦那さんに似ているとのことですので、旦那さんのお顔も娘さんのようなお顔と想像されるといいかもしれませんね。芸能活動は引退されていますが、個人的にブログなどで活動されていますので、気になる方は志保の亮さん公式ブログをチェックしてみてくださいね。